はあ、サム。ってことで、うん、私は気空艇に戻ってるね。おいおい、ハレンチ姉ちゃん、一人だけサボろうったってそうはいかねえぞ。だって寒いし面倒いし、どうせ私がいなくても大丈夫でしょ。団長殿、雪だるまの居場所を確認してきました。姉様、今日はご指導のほどよろしくお願いいたします。え、私気空艇に戻るけど。え、なぜですか姉様。体調が優れないのですか。熱は出ていませんか。咳は。暖かくしなくては。スーテラのマフラーを使ってください。風邪じゃないってば。寒いしやる気出ないしさ。風邪ではないのですね。では姉様、ぜひこの度の依頼共にこなしていただきたいのです。なんでよ。この程度の依頼、あんたと団長がいれば大丈夫でしょ。ご信頼は光栄なのですが、スーテラはまだまだ未熟者です。特に魔導球の扱いに関しては姉様の足元にも及びません。ですから今日はぜひ姉様の戦いを間近で見て学ばせていただきたいのです。どうしても。はい、どうしてもです。ダメでしょうか。まあもう分かったってば。手伝えはいいんでしょ。手伝えば。ったく、捨てられた子犬みたいな目して。分かっててやってたらとんだ性悪だわ。ありがとうございます姉様。スーテラも誠心誠意努めます。めんどくさ。こうなったらとっとと雪だるま倒そうっと。やった。さすが姉様、動きに全く無駄も隙もない。たく、本気出したらあんなに強いんだから普段からやりゃいいのにな。きっと力の使いどころを考えておられるのですよ。そうか。スーテラが言うならそうなのかもしんねえな。たく、相変わらず手放しに褒めるんだから。ああもう、まだいるの雪だるま。とっとと片付けるよ。だっ、はあ、あらかた倒せたみたいね。どうスーテラ、こんなもんで満足。スーテラ、さすがです姉様。姉様の戦いぶりにはこのスーテラ簡単するばかりです。姉様はやはりすごい。大変勉強になりました。ありがとうございます姉様。まあそう、まああんたが満足したならそれでいいんだけどさ。メーテラはスーテラにはちょいっと甘いよな。今回だってさ、スーテラに頼まれたら重い腰あげたしよ。昔からなんとなくスーテラ相手だと調子狂うのよね。突き放してもついてきちゃうんだもん。放っておくのも寝覚め悪いし。仲良しなんですね。ああ、まあそういうことになるのかな。あのさ、こないだのお礼したいんだけど。え、あのスーテラは何かした覚えがないのですが。ほら、雪だるまの時の、私が気を失った後あんた頑張ってくれたんでしょ。お礼だなんて。むしろスーテラは敵の動きに気づかず姉様を危険にさらして、姉様がご無事でよかった。スーテラはそれが何より嬉しいのです。あ、そう。ああ、もう、こっちが気になるんだっての。でもな、物でお礼しても、またスーテラも遠慮するんだろうし。はあ、めんどくさ。大変です!魔物の群れが、気空艇を狙ってこっちに来てます!なんと、急いで迎撃せねば。
そう、数が多くて厄介だぜ。しまっ。ふん、雑魚のくせに一丁前に頭使ってんじゃないわよ。姉様、ありがとうございます。そういうのはあとあと、ちゃっちゃと片付けるよ。はい、参りましょう姉様。バイバーイ。どうにか追い払えましたね。怪我はありませんか？ふい、メーテラが珍しくやる気出してくれて助かったぜ。姉様、先ほどは危ないところを助けていただきありがとうございました。これで貸し借りなしだからね。え？貸し借りですか？たく、あんたって子は。